げちゃん。さあ、ハゲちゃん、始まりましたね。始まりました。始まりました。もう本当、結構だいぶね、見てくれてね、みんなね、本当になんか楽しんでいただけると思ってますけど、はい、まだまだ楽しくやっていこうと思いますんで、今日、何します？今日は、皆さんが今まで上げてきた動画の中のコメント、寄せられたコメントのコメント返しをしていきたいなと思います。コメント返しってことは、コメント返しってことは僕が答えるってことですか？あ、そうですよ。だから私がすぐ読み上げるんで、あ、なるほどなるほど、それに答えていただきたいなと。なるほどなるほど、はい、いいね、面白い企画だね、それ。やってみよう、やってみよう、はい、って感じでやっていきましょう。はい、お願いします。はい、初回なんで、これどん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 シリーズで、あ、なるほどなるほど、細かく続いていくってことですか？いっぱいあるんで、オッケー、やりましょう、やりましょう。はい、はい、では今日の帽子は、ホースキフト、僕が愛用しているホースキフトっていうところの帽子です。はい、励みします。どうぞ、はい、足につけたものですか？どうぞ、はい、わかりました、はい、ではちょっと携帯見させていただきますね。まずじゃあ1個目の質問からいきますね、はいはい、小田さんの大ファンです。現役時代の応援歌をどう思われてたのかお聞きしたいでしたそうです。いや、かっこいいと思ってたね。ただ単にかっこいいと思ってた。いやいやいや、ただ単にっていうかかっこいいと思ってたね。でも本当になんかこう自分の応援歌を作られるっていうのはある程度頑張っている選手しか作ってくれないから、で一応みんな代打マーチっていうのがあって、みんなとりあえず使ってくれる音楽あるんだけど、個人個人で作られるのは数が少ないんですよね。だからそのある時点で嬉しいし、まあかっこいいなと思ってました。聞いたことあります？あります。絶対嘘でしょ。今のそのワンクッションは絶対嘘でしょ。ありますよ。いや、聞いてください、はい、どんな音楽ですか？ほんならちょっと最初だけ言ってもらえます？ちょっと全部難しいですね。音痴なんで歌えません。聞いてもないでしょ。でも本当聞いてください。いい音楽なんで、歌詞も結構ね、なんかヤマトとかいろいろ出てくるので、で最初はね、これね面白い話でね、音楽じゃなしに ODA ドドン、ODA ドドンだけやったんですよ。それは永遠に続くんですよ、僕のバッターボックス。それから作られたっていう、そんな感じですか？はい、大丈夫です、はい、どんどんそういう感じでパン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 いきます、ね、はい、はい、次、谷繁さんと何らかの曲で真の正保守対決してほしいです。いつですか？いや、いつでもいいんじゃないですか。それは前っていうことですか？正保守対決っていうの、なんか正保守対決したいしか書いてないです。え、したい、したいって書いてありますね。請求、請求、どういうことこれ、ね、してほしいっていうことですか？ああ、そういうこと、いや、ああ、そういうことですね。あんならもう谷繁さんを呼ぶしかないですね。この番組に呼ぶしかないです、それは。はい、多分受けてくれると思うんで、はい、谷繁さん、ぜひ、多分この、ハゲちゃん見てると思うんで、ぜひ、谷繁さん来てください。お願いします。お待ちしております。その時にいろいろお話しさせていただいたらなと思います。でも、プライベートでもちょっとゴールとか結構行かせてもらうんで、いろんな話はするんで、いろいろ話しましょう。よろしくお願いします。お願いします、はい、はい、じゃあ次3つ目です。小田さんはいつからコミュ力がついたんですか？コミュニケーション力ってことですね。いつからついた、いや、性格上でじゃないですか。生まれた時から。いや、生まれた時からはつけれないけど、まあまあ人と話すのも好きだし、人が何してるんだろうなっていうのも好きだし、うん、まあそのからコミュニケーションっていうか、一番やっぱりキャッチャーに必要なのはコミュニケーションだと思ってたんで、それからやっぱりコミュニケーションがついたね。で、これ、はい、本にも書いてありますからね。はい、そうなんですよ。だからまたこれとね違うね、またその保守のなんかこうことをね、コーナーを作っていただこうかなって、この番組でね作っていただこうかなと思って、そのところでまたいろんな話をね、コミュニケーションの話とかねしたいなと思いますけどね。はい、ちょっと触るぐらい言ってみれば、1日1回人に声かけてました。例えば、はい、さきちゃん一緒のチームメイトとすると、あ、結構あれですね、今日カール巻いてるねみたいな感じで本当に声をかけてました。ちょっとしたことでも声かけてるってことですか？はい、声をかけてる、例えば50人おったら50人とも声かけることによって、例えばさきちゃんに声かけたらどう思います？あ、声かけられたら嬉しいってなります。嬉しいし、自分のことを気にしてくれてると思うじゃないですか、はい、それがキャッチャーのやっぱり一番の、ポイントだというか、はい、だと思うので、それは気をつけて、いろんな人に声かけてました、はい、ありがとうございます、はい、大事な役目です ね、 それね、はい、はい、次4つ目です。小田さんの構え、キャッチングすごい好きで参考にしていました。保守をやる上で大事にしていたことを教えていただけたら嬉しいです。まあ今も喋ったんですけど、コミュニケーションを一番大切にしてたというか、人の仕草とかいろいろなことを見てたというのが一番ですね。で、キャッチングが上手いっていうのは
うまくはないんですよね。何でも人間って興味があったらうまくなることで、さきさんは何か興味ありますか？まあ私も人と話すことはすごい好きなんです。好きですか？一番それは興味関心持って、はい、ほんなら多分うまくいくと思うし、興味があったら伸びると思うんで、何でも皆さん興味があると思うんですけど、はい、キャッチングうまいんじゃなしに興味があったからうまくなっていったという感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次5個ですね。はい、5個目です。公式チャンネル初回から楽しく拝見しています。ありがとうございます。ありがとうございます。企画として小田さんが現役時代の盤面に、はい、月刊ドラゴンズで連載していた小田光平のお悩み相談室が YouTube で復活したら、はい、ありましたね。月刊ドラゴンズであったんですよ、僕のコーナーが。お悩み相談室って言って、3個ぐらい雑誌にね載るんですけど、3個の悩みって野球じゃ関係ない悩みとか、例えばこの子に告白しようと思うんですけど、どういう告白の仕方がいいですかとか、そういうだから親の悩み相談室があって、それを毎回答えるというQ&A っていうのがあって、僕のコーナーが作られてたんですよね。面白いですね。はい、じゃあこの動画でも、あ、いいですよ、全然。面白いですね。はい、何でも聞いてください、本当に。じゃあ、動画の最後にちょっと、ね、はい、何個か。いや、それは動画と思うよ。動画笑ってない。スタッフも笑ってない。スタッフも笑ってない。今、ボケたんじゃないですか。じゃあ、ボケたんだよ。動画と思う。動画ですよね。ほら、面白い。笑うとこじゃん。ありがとうございます、はい、いやでも本当にそのコーナーがあったんでね、ここでもできたら全然嬉しいなと思いますし、はい、はい、わかりました。はい、じゃあそれをちょっとね考えてやってみましょう。やりましょう。はい、ぜひ、はい、いい案をありがとうございます。じゃあ次なんですけど、はい、東京オリンピックの初戦スタメン、ありますね、はい、来年ね、はい、はい、の初戦のスタメン10人を予想して、はい、外れた人数だけ、そのだから小田さんが外した人数分だけ、はい、何かプレゼントとか罰ゲームっていう面白い企画をしてほしいっていう投稿が来てます。今すぐ言われてもちょっと難しいので、これ後日僕はちょっとその時間を設けてスタッフと相談してやろうと思うんで、真面目に本当このスタメンを決めたいと思いますんで、それを応募っていうかこう聞かれた方もぜひこの番組を見ながら自分のスタメンと、僕のスタメンと答え合わせしてください。それが本当のスタメンかはどうかも分かりませんけど、僕のスタメンを出しますんで、多分ずっとハゲちゃんを見られてたら多分分かると思うんで、その時にちょっと答え合わせをしましょう。はい、交互期待。はい、交互期待。はい、じゃあ次です。はい、この最後に現役プロ野球選手あるあるを発表。まあそれもあれだね、また後からっていうか、はい、あるあるはおいおいちょっと動画でやってみようかな、はい、それでいい？大丈夫？いっぱいあるからですか？うん、いっぱいあるから、なんか今一つ二つは言えるけど、なんかちょっとありすぎて、それをどれを選んでいこうかなっていうのもあるし、もう全部いっちゃおうかなっていうのもあるし、そういうコーナーを作ったらいいんかなっていうのはあるんで、はい、ちょっと多分楽しいと思うんで、これはちょっと置いておきましょう。置、はい、はい、保留で。はい。はい。交互期待。交互期待。はい。はい、次です。はい。村田真一さんの話や技術的に勝てなかったことなど、凄さを感じた話があったら、よろしくお願いします。うん、僕の入った時に村田真一さんって正捕手だったんで、とりあえずまあ、ファミリーコンピューターとか、そのゲームでしか使ったことなくて、テレビで見たことしかなかった人なんで、偉大な人だったんで、まずそこからのスタートだったんで、もうその、抜かすとか抜かさないとかっていう問題ではなかったんですよね。で、そうしてたら、1年2年してたら、安倍晋之助が入ってきて、そのままレギュラーになって小田康平とこ行ったみたいな感じになっちゃったんですよね。でもだからその僕の中で村田真一さんって、まあこの前もねコンペとか一緒に行かしてもらいましたけど、やっぱりいつまでたっても偉大な人なんですよね。だからその抜かす抜かさないより、あの人とだからそばに入れるっていうだけでドキドキ、多分皆さんは分からないと思うんですけど、距離が近いだけでドキドキするっていう今状態ですね。そのだから技術云々より、まあ現役の時はすごくなんかいろいろ聞きたかったんですけど、聞けない先輩でしたね。だからそれほど偉大な人だったんで、もう見て覚えるしかないかなっていう人でした。だから今オフシーズンとかゴルフとかね、いろんなそのイベントで会うことがあるんですけど、本当に近かったら近かっただけドキドキします、今でも。はい、今でも、はい、ありがとうございます。じゃあもっとまあそういう話があったらまたいろいろ後日、まあ、出てくれたらいいんですけどね、村田さん。でも喋れないと思うんで、さきちゃん全部喋ってくださいよ。その時は。村田さんが来た時は。僕喋れないですよ、そこ。
わかりました。はい、ちゃんと喋ってください。はい、頑張ります。はい、次いきます、はい、やりました。2010年のバッティングが良くなった印象があるんですけど、なんであの年は打てたんですか？いや、あのね、僕ね、17年間やってますけど、やりましたって言ったから打てるんじゃないんだけど、あの節目節目があって、あの FA 選手とかいろんなそのレギュラーのクラスの選手だったらまた1年ある、来年あると思うんですけど、僕らなんて1年契約なんで、すごい、ミスをしたら来年クビになるだろうっていう感覚なんですよね。だけどそれ節目節目でこいつクビになるんじゃないかなっていうところで、僕サヨナラヒットとか打っちゃったり、あのいろいろと節目節目が、あの勝負強い男でした。さすがですね。はい、そこら辺の節目節目と勝負強い女になりたいですね、はい、私も。はい、次です。はい次いきますね。はい、どうぞ。中日ファンなんで、はい、中日時代のエピソードも聞きたいし、はい、小田さんには普通の YouTube みたいなアホな企画動画もやってほしいということです。アホな企画動画ってどんなんだろうね。例えばハゲをやっぱり使った。だからハゲがなんでアホなの？この視聴者のハゲの人にすごい怒られるよ。ハゲがアホとか言ってた。いや、そういうふうには言ってないですけど、今この場合だってハゲがあって、そうですよ、ハゲがあったからハゲちゃんなんですよ。何をハゲがバカにしてるんですか？違います。ハゲを違くて、みんなもう連れてきますよ、ハゲ集合って。これで、これでハゲ集合って100人ぐらい並ばせますよ。ハゲのオフ会、さっきちゃん謝ってくださいよ。ハゲのオフ会とかどう？誰がハゲ？いや、いいね、いいね、面白そう。それ面白いね。自分はハゲしてもらう。私はいいです、これで。で、あのそれで、はい、例えばじゃあ私の考えなんですけどね、ハゲ頭に例えばパイ投げしたとかもあんま面白くないですけど、はい、こういうこととか面白い、なんかそういうちょっと何かを使ったなんで、質問は何だったんですか？質問は何だったんですか？質問はハゲの、ハゲのとか、小田さんには普通の YouTuber みたいな、はい、アホみたいな気迫気迫。その前何だったんですか？中日ファンのエピソードです。中日時代のエピソード。ああ、エピソード、いや、まあ、エピソードはもうしんどかったイメージしかないですよね。もう練習がしんどかった。キャンプなんか特にですけど、8時ぐらいに出発して帰るのも8時だったんで、12時間ぐらいずっと練習してたんで、ずっと走ってたりして、うん、もうそのきついイメージしかなかったですね、はい、結構ストイックですね。やばいですね。練習したことあります？12時間も何かの練習したことないでしょ？ないです。すぐ寝ちゃうでしょ？眠くなっちゃう。でしょ、はい、僕12時間本当辛かったです。で、チャタンっていうところに、沖縄にチャタンってあるんですけど、そこでキャンプしてたんですけど、そこに観覧車があるんですよ。ありますね。未だにその観覧車を見たら気持ち悪くなるんです。なんでですか？いや、だってなんでですかって。それずっと見て走ってたりします。だからもうその観覧車を見たらもう、わー気持ち悪いって思った。自分はスーツ着て、そのもう野球をやめてるにもかかわらず、もうすごく気持ち悪い。あ、思い出した時は具合が悪くなっちゃうんです。ちょっと観覧車に謝ってください。すいません、なんでやなんで観覧車に謝るの？まあ本当にそんな感じの中日時代でしたね、そこは、はい、うん、やっぱそういうのあるんですね。あります、あります。何でもトラウマあるでしょ。なんか僕はトラウマじゃないけど、なんか走ったイメージしかないんで、すごくやっぱり気持ちよくなる。なんか観覧車にまた謝ってくださいって言われるから、次行きましょうよ。はい、そうですね、はい、じゃあ次行きますね。和田さんにはぜひゲストで出てほしいです。どういうこと？このハゲちゃんにゲストとして和田さんを。あ、和田さんね。小田さんって聞こえてる。俺出てんのにと思いながら。和田さんね、はい、和田さん呼びますよ、呼びます呼びます。本当にでも呼ぶとしたらね、これいりますけどね。あ、これがいりますけど、和田さん呼びたいですよね。すごく面白い方で、すごくお世話になったんで。和田さんとは、三菱重工神戸に僕がいる時に、大学で東北市から神戸製鋼に入って、すごく兵庫県大会でずっと当たってた人なんで、なのですごく親近感というか、すごくなんかこう野球してる感が長い感じはします。はい、じゃあ一番その野球でお付き合いが長かったっていうか、はい、まあいいパートナーだったっていう、まあどっちかっていうとハゲでお付き合いしてるかなっていうのもありますね。はい、ここはその野球でお付き合いというか、人は西武に入って、僕はジャイアンツだったんですけど、西武から中日に FA されたんで、僕その時に FA の時に一緒に中日でやったんで、なるほど、はい、もうすごく仲良くさせていただきました。全然上の方なんですけどね。はい、じゃあまあゲストとしていつか出てもらいます。はい、頼んでくださいね。はい、頼まないで。じゃあスタッフさんに頼んできます。はい、はい、次です。解説おめでとうございます。解説おめでとうございます。ありがとうございます。何の解説？YouTube の。ああ、そういうことそういうこと。うん、ありがとうございます。はい、ぜひ中村のりさんにバッティング講座をしてもらえてください。はい、そうですね。わらって書いてあります。そうなんですよ。モルツでね、いつもね、なんか4年前、3年前ぐらいからのりさんがピッチャーした時に
たまたま3年前に僕はあの笑いの神様が降りてきてノリさんのモノマネをしたんですね。そっからなんかやってくれやってくれっていうのがそれ要因で結構あのモリスの試合呼ばれてて、今年はなんかオリンピックの関係で4月頃になんかそのモリスをやるみたいなので、はい、またまた日にちが決まったらちゃんとここで放送しようかなとは思うんですけど、またその時はよろしくお願いします。ノリさんはプライベートでもゴルフ行ったり、イベントで一緒にご一緒させてもらったりいろんなことをしてるので、2019年スピリッツでしたっけ、携帯でなんかこうあるやつですけど、スピリッツエースっていうやつかな、それに僕らその前の CM でノリさんと出てるんで、これもまた見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今度じゃあノリさんのモノマネをしてください。ほんなら次、いつになるかわからないですけど、来年ね、来年モノマネシリーズってしましょう。で僕が答えを言わないんで、全部多分10人ぐらいするんで、これは誰でしょうっていうの、昔の人も含めて、それをなんかこう当たった全問正解した人になんかプレゼントとかこういうのどうですか。いいですね。はい、なんかこう10人ぐらいやってね、多分昔の人もわからないとダメだよっていう話をちょっとやってみましょう。はい、それはまたちょっと考えて立てましょう。はい、はい、じゃあ次です。地上波では聞けない話を聞きたいです。あんまりこうテレビ上で出してない話とか、例えば俺がハゲてる人、それは知ってるじゃないですか。何が知ってるってわからない人だって。例えば鼻毛の数とか。鼻毛の数なの、数える人いないいや例えばおかげで、例えば悪すぎるわ。鼻毛とか数えたことあるわ。鼻毛ないですね。いやでもさ、何がいいんだろうね。でも一番面白いんだろうね、みんながなんかこう僕のことに興味があるのは。何があるかな、髪の毛伸ばしてくださいとか。あれ、それは無理。あ、無理なんですけど、だって今日っていうかこの間撮っちゃったじゃないですか、地上で。はいはい、なので地上波で話したら面白い話になっちゃうんですけど、ちょっと野球とかと一緒でシャンプー何使ってますかとか。ああ、なるほど。シャンプー何使ってますか。シャンプーリンスはつけるんですか。いや昔はラックス使ってたんですけど、ラックス使っててすごいいい匂いで、でもラックス毛、まあでもラックスに怒られるか、そんなこと言ったら。でもラックス毛抜けてきたんですよね。あ、で今。で今とかじゃないよ、説明してんの。で今とかじゃないよ、なビフォーアフターとかやってるんじゃないのこの番組。違うの、それでなんかこう気にしてきて、なんかこう今は夏でも冬でもよくあるじゃないですか、男の人がねシャンプー使ったらカッカカッカするやつ、なんか何ていうのか、スースーするってことですか。え、あるスースーするやつ、サクセスみたいな、サクセスみたいな、それを僕使ってます。でも最近ゴルフ場とかで行くとボディーソープをこう洗ってるじゃないですか、もうそのままもうめんどくさいからこうなんか結構最近恥ずかしいのがあって、ボディーソープをつけてからそのシャンプーをつけるのをちょっとなんか見渡しますね。なぜかというと、お前シャンプー使うのかみたいな突っ込まれそうだから、それはもうちょっとなんかこうボディーソープ誰かいなかったらちょっとシャンプーつけてみたいな、それなんかちょっと分けてるんですけど、まあでもまあまあみたいな感じですね。でちゃんとシャンプーの匂いとか残るんですか、やっぱり。自分で匂えばいいじゃん、後から匂えばいいじゃん、それを。そうですね。でもね、本当にハゲっていいですよ、楽で。なぜかというと、ドライヤーかけるでしょ。かける、10分以上かけるでしょ。僕、52歩歩いたらもう乾くもん。マジで。あ、52番だけに52歩。ああ、そう。そう。遅いよ、突っ込むのが。だから、まあ、それは何の話を、何の答えをしてるのかわからないけど、そういう企画を、その話は何の話だったっけ。今ですね、地上波が聞けない話ですね。うん、だからそういう話をしますよ。だからいろいろ、さきちゃんが降ってきたからね、今、はい、シャンプーの話は、ね、そうですね、うん、まあ、コメントにもそれあったんで、ちょっと見えてみて。あとでも困ることない。シャンプーかな。あと別に、あ、でもバスタオルをすると持っていかれます。ここで引っかかるっす。こうやってみんなこうやってやるじゃないですか。ここでこうやって持っていかれるんですか。ああ、なるほど。え？ちょっと笑いついたって。ハゲの話題になったら笑うじゃんか。はい、ですね、はい。じゃあその他なんか聞けない話は。聞けない話、例えば野球に関してこうありますか。今ちょっとふざけちゃったんですけど。聞けない話、はい、ああ野球の話、ビジター野球、ビジターってあるじゃないですか、ホームグラウンドじゃないところに遠征行く時で、あれって試合終わったらご飯ってどうしてると思いますか。みんなで合宿じゃないけど、なんかそういう、そうなんですよ。ご飯食べるとこあるんですよ、ね、でご飯食べるとこあります。でみんなで食べるんですけど、和洋中って結構国産とかいたり、遅く帰っても10時からスタートでみんな食べるんですけど、それがみんな外に食べに行くんで食べに行かないんですよ、そこに。
食事会場に行ったからポツポツポツみんな、例えば延長で遅かったりしたらみんな食べに行きますけど、みんな外行っちゃうんで、そのご飯どうするのって言ったら捨てるしかないですよね。めちゃめちゃもったいないですよ。もったいないですね。っていつも思ってました。はい。でそれがあるあるっていうか、あのみんなが知らないところですよね。はい。結構全然その話初めて聞いたので。あ、本当ですか。びっくりですね。はい。だからもうそれはちょっともったいないなっていう気がするし、あのやっぱりプロ野球だなって和洋中ちゃんと用意されてるっていうのはプロ野球だなと思いますよね。はい。贅沢でいいですね。そうですね。うん、はい。ありがとうございます。はい。まあ、またそれはまた聞けない話はまた今度いろいろと詳しく聞きたいなって思います。はい。はい、ラストです。はい。これはちょっと私も関係してます。関係してんの？小田さん、カメラ目線もいいけど、せっかく隣に美人がいるんだからたまには見ましょうよ、わら。どこにいるんですか？ここに。どこに？ここに。どこ？美人って言ってくれてる人がいるんですよ。じゃあどこにいるんですか？ここです。ああ、ああ、サギちゃんのこと？サギちゃん美人ですよ。サギちゃん、サギちゃんはどうするって、どうしろって言ってるんですか？せっかく横にいるんだからカメラばっかじゃなくて横も見て。ああ、いや全然横見てますよ。恥ずかしくて見れないっていうのもあるんで、あの、そうそう、美人にはあんまりちょっとね、僕は振り向けないっていうちょっとあれがあって、振り向きたいけど振り向いた時にあんまり話聞いてない時あるじゃないですか。それもちょっとあれなんだよね。あって言ってね、サギちゃんって言ったらちょっとよそ向いてる時あるんで、それお互いね、ちょっと気をつけてね、気をつけてね、はい、あのさきちゃんの方も見ますし、さきちゃんも俺の方も見てくださいね。はい、しっかり見てます。いや今頭見たでしょ。目ここですからね、上じゃないから、目線ちょっとこうだな、うんじゃない。お願いしますね。はい、そうします。はい、これで第1回の質問大会終わりましたね。はい、大会ですよね。第1回大会ね。まあ第1回大会、はい、第1回大会、はい、あのありがとうございます。どう、あの、いろんなこと何でもいいんで、本当あのどしどし、あの、ください、僕に。で、いろんなことをギリギリの線までちょっと話していこうと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、はい、はい、今日はこの辺で、さよなら。さよなら。3、2、1、やりました。炊飯器。じゃあ。